1960年時点のカラブロルカネ鉄道の路線図カラブロルカネ鉄道 M2 で50系機動車はイタリア南部の地中海カラブロルカネ鉄道及びその後ろ身であるカラブロルカネ鉄道で使用されていたステンレス製電気式機動車である。イタリア南部の私鉄であった地中海カラブロルカネ鉄道ではカンパニア、プリャ、バジリカータ、 カラブリアの各州に1915の34年に建設された 950mm 期間の13路線、計 737km を運行していた。イタリアにおける機動車の開発は1906年に自動車メーカーであったフィアットがミラノ万博でガソリンエンジンを搭載した車両を走行させたことから本格化し、その後、フィアットやブレダにより、 大型自動車の技術を使用したリットリナと呼ばれる中型の軽量機動車がイタリア国鉄を中心に広く導入されていた。一方で自動車をそのまま軌道に乗せたレールバス的な形態の小型の機動車も OM が北ミラノ鉄道向けに製造した MD500 型などいくつかのメーカーで製造されており1931年にはフィアットが自動車に近い単単式で 定格出力5 5ットの手機と自動車用変速機を搭載したアルブ2 5を製造してイタリア国鉄で試験運行されていた。このような中、旅客輸送量の少ない地中海カラブロルカネ、鉄道ではリットリナより小型のエミーネと呼ばれるキャブオーバーバスと同じく車体全部に手機と運転室を配置した車軸配置一アズの単単式機動車を導入して 蒸気機関車が牽引する単変性の旅客列車を代替して効率化とサービス向上を図ることとなり、1933から35年にカーミナティタセリー製の M11 型と OM 製の M130 系の計21両が導入されており、M11 系のうち M1CE14 号車がラック区間用の試作機であった。さらに、 これらのエミーネの使用実績をもとに1937年に機動車の増備がされることとなり、ピアッジオにより製造された機体が M1C80 系及び本校で記述する M2 で50系であり、M1C81 号車から M1C90 号車までの重量が導入された M1C80 型は、ラック式の単単式機動車、 M2 で50型はより輸送量の多い線区で使用するための二軸ボギー式機動車となっている。これらの機動車はアメリカのバッドのライセンスに基づくステンレス製車体を有するということが大きな特徴となっていた。ステンレス車体は1934年にバッド車が製造技術を確立したもので、イタリアではピアッチオが生産をしており、 本形式と M1C80 系のほか、北ミラノ鉄道の E750 系電車が、同じ1937年に、カザレッキオビニョーラ鉄道の M1 系及び、R11 系電車が1938年に、イタリア国鉄で、全長21メートルクラスの荷物郵便客車である、リュース93000から001、一等客車のエイス13000から001、 二等客車のビズ23003が1939年に製造されている。M2 で50型は、リットリナと同じく小型客車並みのサイズの軽量構造の車体と手機と変速装置を搭載した同台車を組み合わせた構造の小型の二軸ボギー式、機動車となっている。一方で、リットリナが遠隔制御式の4段もしくは5段変速機を、 装備する機械式機動車であったのに対し、本形式は OM 製の手機とティブ製の発電機や手電動機などの電装品を搭載した同じくティブ製の一軸駆動の同台車を2機装備する電気式機動車であり、1990年代まで遠隔制御式多段変速機を搭載した機械式機動車が主に導入されていたイタリアの機動車においては特色のある。 動力伝達方式となっている。また、車体正面は流線型で、バットがシカゴ・バーリントン・ンクイン・ C 鉄道向けに製造した、パイオニア・ゼファーやフィアットが南サルデーニャ鉄道を向けに製造した、ある200型などと類似のデザインとなっているが、台形で大面積のラジエーターグリルが特徴となっている。なお、形式名の M は動力車両には同軸数では、 駆動方式のディーゼルエレクトリックを表すもので、続く51から60の数字が基盤を表している。各機体の形式基盤と製造年、製造所は以下の通りである。M2 で54号車を生体保存している、ピアジオ博物館のオフィシャルウェブサイトの M2 で50のページ。ありがとうございます。